イエース。どうも、はじまきよしろです。なんかな、今ワンピースのアニメ見たんだけどな、なんか。まあ、雷鳴八犬のね、シーンですけど、なんかまあ、ダブルカルバリン出てきましたね。なんかよくわかんない技。聞いたことないです。ダブルカルバリン。はい。でもどうなんだろう、ダブルっていうのは何なんだろうな。普通ツインなはずなんだけど、多分そのなんか、ダブルとツインで意味が違うみたいな、そういうのになってくんのかな。生き物に対して使うのがダブルで、物に対して使うのがツインってことだったらわからないんですけど、まあでもそ、でも生き物じゃないけどね、普通に技だけど。カルバリンって技かな。でもそういう名前だから、一応動物の名前入ってるから、だからダブルなのか、単純にそういうの忘れててダブルなのか、あと、ちょっとやめてほしかったのが、カイドウがやっぱ首の音を鳴らすとき、普通の音だったんですよ。こっちかこっちはね、こって、ちょっと重い音だったの、重いっていうか、音だったんだけど、それが俺不満だった。そもそも、初登場時じゃない。2回目です。キッドが、ね、デーンって言ってもやられた時の、で、カイドウに八つ当たり、あ、カイドウじゃない、部下に八つ当たりをする時のカイドウの首の音がズシシシンみたいな。みたいなね。もうやばいじゃん、そんな音鳴るやつ。ポキポキじゃないのよ、もう。化け物だから。それが俺、ちょっと良かったなとは思うのよ。かなって思った。あれ、ポキポキ？え？ポキポキ？ってなっちゃったし、あとなんかカイドウ吹っ飛びすぎだしね。あとルフィも吹っ飛びすぎ。あとその回廊石つけてんのに、あの覇気が使えてんのは違うと思うんですよ。能力者って力が入らなくなるんですよ。やっぱ純度の高い回廊石であればあるほど、その力が入らなくなるから、ルフィでも、その囚人採掘場の時でも、やっぱ逃げる時にもやっぱ力が入らないから、まあ、その別に砲撃が覇気で防げるかどうかはわからないけど、やっぱ覇気使えてるのはおかしいんじゃないかなって思います。はい。ローがね。まあ、覇気でしょ、あの描写は。明らかに。でも覇気じゃないのか？単純に演出か？まあ演出ならいいですけど、ごまかしはいいもんね、別に。黒刀になってなきゃ覇気じゃないみたいな。でも黒くて赤いな、この覇気だと思う。なんかあとずっと変なオーラまとってるのと、まあ雷鳴八犬のシーンは良かったから別にいいけど、そこそこ良かったけどな。ルフィすげえ吹っ飛ぶしね。ブロリーみたいじゃん。ほぉーキューンドーンみたいなさ。岩盤じゃん。そっから、ピューって戻ってくんの、なんか、バカみたいだなって言い方悪いけど、演出ありき、演出を派手にしすぎて、なんか別物になっちゃってるよね。まあ、でもそもそもそうだけどね。それがマジで行き過ぎてるだけだと思う。ドラゴンボールになっちゃってる。本当に。で別にいいんだけど、よくはないよな、やっぱり。ドラゴンボールはいくら派手にしてもいいじゃん。なんだかんだ言って、そんなオーラみたいなものないのよ。別に。まあでもそれだと地味になっちゃうからなんだろうけど。まあでもアニメってまあね。嫌なのは、あとバウンドマンなのにゴイン、ゴインって音がして、作画コストを明らかに減らしてる。それがちょっと許せない。ゴーン、ゴーンってなるんですよ。動いてないんですよ。クラッカー戦とかどうなのかわからんけど、まあ、バウンドマンでしょ。別に、スネークマンならまだ言い訳はできるかもしれないけど、わからんよ。スネークマンもどうだったっけな。後で見よう。でも、明らかにこう、上下に動くのめんどくせし、なんか、ずっとこの、
のポーズで微動だにしないんですよ。うわもうなんかやりたくないと、なんかさもう違和感だよね普通に。なんかなー、まあどうせその程度だよな結局アニメなんて。アニメってやっぱクソだからね。まあ演出とか、まあなんだろう、いわゆる絵とかかっこいいのはかっこいいんだけど、こんな顔になっちゃいますね。まあ演出、剣に当たったの演出か普通。いやでも演出なわけないよな、ちょっと覇気が衝突してる感じだよな、あれそんな明かり出ないもんな、なんかよくわかんないし、よくわかんないな、なんかもうワンピースはもうまた一から作り直してください。一回終わって別にもうこんな感じでずっと行くから、今度は作り直すときはなるべくね、それもあんまり好きじゃないんだよな、漫画の終わり方が何の王になるだってドンみたいな感じで終わったんですよ。その後にいろいろあって、こいつは虚勢か知らねえがみたいな、覇王は何人もいらねえんだよみたいな、そのシーンまでで含めてかっこいいのにさね、きっとも覇王色だったなみたいな感じで言って、覇王は何人もいらねえんだよ、ここまでで、なのに、まあ、原作中ってだけだけど、その流れがあってこそなんじゃないかなと思うよな。まあ次回でそりゃ言うだろうけど、カイドウが吹っ飛ぶのもあんまよくわからないな。足腰めちゃくちゃ弱くなっちゃうよ、あんなパンチ受けて。でも吹っ飛んでんのかな、なんか吹っ飛んでる家にホブって言ってたけど、一応ホブって言ってたよね。でもなんかまあ当然、まあ、これがアニメだよなっていう、まあワンピースのアニメの話だけどね、しょうがないよな、毎週で逆にこれはすごいんだけどさ、そりゃそりゃすごいよ。あ別にいいや、こっち紙の方で見るから。ホブじゃないな、ホブだ、ホブ。何の王になるだと、小僧だ。うわ最高だな、やっぱ良かった、小僧までじゃん。あやってくれたな、それが一番終わり方としては良かったよね。まあなんか持たなかったんだろうね、結局長く持たせることができなかったんだよね。うわーもったいねえな、終わり方としては結構すげえいい終わり方になると思ったよ。だってさ、雷鳴発見ガーンって言ってルフィがドタッ
ってやられて、何の王になるだと、小僧ドン、トゥトゥルトゥルトゥルルルルルルルみたいな。まあでも一応そんな終わり方だったっけな。いやでもインパクトが遅いんだよな、なんか。うわぁ、やっちゃったって感じだよな。確かにオチは何の王だと小僧なんだよ。でも、って感じだよね。それはやりたかったかもしれないけどできなかったんだろうね、時間が足りなくて。それか思いっきし削っちゃえばよかったんじゃないの、逆に。そこだけちょっとテンポを速くしてやれやよかったのかもしれない。やっちゃったな。ここだけのために調整すればよかったのかもしれない。ああって感じだね。はい、そんな感じでした。寝ます。